ミニッツメンか。ミニッツメンはいつでも力になる。何をしてほしい？ペラルグールの集団がこの辺りで身を潜めてる。最近は堂々とうろつき回るやつも出てきた。このまま徘徊するやつの数がどんどん増えていったら、連中を誰かに片付けてもらわないと。任せてくれ。解決したも同然だ。あいつらがいなくなると嬉しいね。こんなに素晴らしくて便利な機械をスポーツのために無駄にするとは。やった。ああ戻ってこいよ。せっかく楽しんでいたのに。臆病者が隠れる。見つけたぞ。一日中だ。おThank you.
白い発見だな。まだ壊れていない。神を信じない野蛮人ども。
を見せつけるんだ。侵入者警戒。簡単にはさせないぞ。異国に送り返せ。取るな。銃撃をやめる。ここに立ち止まりなさい。敵をまた捕らえた。
野蛮人ども。あのグールたちを始末してくれたのか。問題を起こしていたグールたちは始末した。本当か。そいつはすごい。君たちミニッツめに感謝するよ。もちろん今後は協力させてもらう。キャッスルからの無線連絡だ。何か問題が起こったに違いない。状況を確認しに行ってくれ。誰かを失ったのは自分だけじゃないことは分かってる。居住地に手を出していたレイダーの件は対処済みだ。住民は協力を約束してくれた。そいつは素晴らしい。あのクズどもを連邦から永久に追放できる日もそのうち来るだろう。いつものごとくまた調べてほしいことがある。また別の居住地がトラブルを抱えているそうだ。彼らはここにいる。救助してくれ。ミニッツメンが復活したことをみんなに知ってもらわなければ。住民を悩ませていたグールを始末した。それは喜ばしい報告だ。ただでさえ暮らしは厳しいのに、裏庭にグールがいたらたまったもんじゃない。またちょっと相談したいことがある。居住地から SOS だ。誰かが誘拐されたとのこと。ミニッツメンが頼りになることをみんなに知ってもらわなければ。小さいながらこのサンクチュアリ復興計画は本当に助けになっている。いろいろと忘れさせてくれてる。